三重ホンダヒート対横浜キャノンイーグルス、今季初のフライデーナイターをお届けします。スクラムハーフは山須がどんどんボール展開していきます。長いパスがつながった大津ファンダイクがいます。さらに高山が外で待っているが内側に返した小倉純平、いやー落ちたのはさすが、なんともスタート。しかしすぐボールはさばかれています。ちょうど一つ離れててそのまま先制が取ってきました。1分45秒です。最初に取ってきたのは横浜キャノンイーグルス。接点の、まあ、強度、プレーの精度、また集中力です。あらゆる局面要素でですね、まあ、ブレイブルーパスにイーグルスは上回られたというふうに感じましたので、このスタート、さあまた動き始めた。スタートすごい、ぐいぐい引っ張ります。一度止まったか、これ二度止まるとボールリサイクルしないといけませんが、今一度止まりました。左サイド行った、さあブラウンディング確認できるかどうか。ブラウンディングスの粘り、いやすごいディフェンスだ。アラフィスダグラス、ステウガルバーネットは攻める、さあ最初に前に出てるかどうかだと思うんですが、これがスローフォワードかどうか。手の向きは明らかに前に出てるようには今のところ見えないです、はい、さあトライ認められました。マックスダグラス早くも今日2本目のトライ、まあ、三重ホンダヒートは敵陣で入って攻めながら取りきれないところ、キャノンイーグルスはしっかりと取ってきました。まだアドバンテージは続いています。田村大外、さあこれ面白いところ、自分で行く、内が切れ込んできた、小倉同じ1分収まれながらあと1メートルです。山須が今度は強い人、アンデンスバーグ止めた、後ろ通す、クロスキック、キックパスになります。これにも入りました。エネルギーの消耗ということを考えても、あ、おっしゃる通りですね。まさにこのオプションもそうですね、うん、高山さあこうなるとまたテンポを上げて攻めてきます。話にまだ持っていく、さあ田村優どうするか、後ろ通す、梶村キャプテン、もう一つ長いパス、小倉外で一つついているがまだ離さない、今離した、そしてまっすぐに飛んで11番の竹澤正義のトライです。昨日から移籍3シーズン目、クロスボーダーラグビーでも存在感を見せました。来た、さらに2点を追加します。26対0、前半は横浜イーグルスが、4つのトライ、ヒートはトライありません。得点がキャプテン梶村祐介、田村バンダイ、来た、ボールもらいました、ファンデンスバーグ、そしてタイム2つ飛ばしました。よく取った、この状態から後ろから深いところ、メドエル・カーティス、あーこれショートサイド面白いところ、北条北条さあ取りました、原尻、日本代表です。
もうスタート。もう一つ自分で行く持っていくを司会されるもうハーフスクラムハーフが行われています。李承晓、星野克行、伊藤、星野で左を突く50センチ、アドバンテージ出た。しかしここはサイドサイドカットに入るんですよ。そうでしょうね。しにこ。ちょっとトライの後。クリアリーしにこ。ちょっとハイになりすぎているんですかね。まっすぐだ。まっすぐだ。完全に浮き上がりました星野の体が。これはペナルティートライになりました。ネガティブな反則があって、その反則なければトライになったとの判断。この瞬間に7点プラスです。ここはまた腹尻に一つ当てさせるようです。さあホーンが聞こえてきます。ラストワンプレー、あとは小倉純平が外に蹴り出します。ここでノーサイドのホイッスル。横浜キャノンイーグルスが50対21で三重ホンダヒートを下しました。連敗を2で止めたのが横浜キャノンイーグルス。そして三重ホンダヒートは初めての秩父宮でのホストのゲームです。連敗は8となっています。まあ、今日のっけから2つトライがあったマックス・ダグラスがプレイヤーオブザマッチのようです。お父さん両ロックがそうですね、はい、もうおっしゃる通りですね。 もちろんトライもそうですし、そのモールまたラインアウトでの、まあ、攻防での役割を果たしたところも非常に大きかったですよね。